こんにちは、アキラです。ということで、今回なんですけども、スイッチモサに聞いた、スイッチでフォートナイトを軽くする方法を解説していきたいと思います。はい、ということで、今回の動画は、スイッチでやってる方に向けて、フォートナイトを軽くする方法を解説していこうと思うんですけど、今回もね、僕の動画班のスイッチモサの沙織さんに、スイッチで軽くする方法っていうのをいくつか聞いてきましたんで、この動画を皆さんにお届けしようと思います。スイッチでフォートナイトが重たいという風に感じる方だったり、少しでも軽くしてフォートナイトをプレイしていきたいという方は、この動画をぜひ最後まで見ていってください。そして、動画班の沙織さんは、年内300人を目標に YouTube を頑張ってるんで、よかったらチャンネル登録の方お願いします。それでは早速本編の方、どうぞ。クリエイターサポート AKIRA285。よろしくお願いします。はい、ということで、今回はですね、スイッチ勢必見、スイッチをね、軽くする方法というテーマで動画をお届けしようと思うんですけど、今回もスイッチモサの沙織さんに来ていただきましたんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。てか実際さ、俺思うんやけど、スイッチで軽くする方法ってあるん、はい、いや正直そんなめっちゃ軽くする方法とかないですけど、うん、なんかちょっとでも少しでも軽くする方法ならあります。その大幅に軽くする方法とかできないけど、うんうん、ちょっとだけでも、まあ一応沙織さんが知っとる情報をちょっと全部話してもらおうかなと思ってるんで、洗いざらい、はい、なんで、まあ、とりあえず初動の方を終わらせていって、そっから話していきたいと思います。はーい、大丈夫それってか、これやばくないですか。 OKOKOK、 ちょっと待って、シールド系がある、シールド系がある、ちょっと待って、 OKOK、 エアロ取れれば勝てる。あ、間違えた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 、何やとね、やばい、やばい、やばい、マジ人数やばい。ケグ使うね、ケグ使うね、来れる。はい、ピザパール、ピザパール、あれなんか落ちた、もしかして回線落ちしてる。ナイス。え、沙織さんどうしたん、なんか喋れんくなった、ついに。あ、親フラか。ちょっと、一人で戦ってきます。一人やった、一人やった、一人やった。え、ちょ、エラー落ちたんですけど、ね、え、エラー落ちてどういうこと？あ、え、スイッチ落ちたんですけど。あ、オッケー、ちょっと、待ち抜けるわ。あと、やばいっす、あれ。ご飯。ん？ご飯。ご飯？呼ばれちゃった？あ、行っておいで。ごめんなさい。行っておいで。よし、ということでちょっとね、沙織さんがご飯から帰ってきたんで、まあ早速気を取り直してやっていこうと思うんですけど、まあ初動制して沙織さんに軽くする方法全部話してもらおうと思うんで、少々お待ちください。これどこ降りてる、どこ降りてる。てか待って、沙織見て、ハート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 、月、月がハート、やばくない？あ、待って、本当だ、待って待って、ガチ効果しくった。でも普通に、ちょっと待って、武器ない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 、ナイス、マスギ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 、ごめん、ちょっとうるさい。はい、うますぎ、レッツゴー、マジでうますぎ、レッツゴー。よし、ちょ、全部倒していこう、全部倒していこう。はーい、オッケー、アイマウスなんか、待って、こっちる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 、やばい、人数ここ、待って、マジ1点も当たらん、ほんまに。15いってね、白白白白白、ここ打てね、ここ打てね、そこマジローね、やった、1人やった、ナイス、ナイス、うますぎ？うわ、全部俺のもの。めっちゃキッズやん今の。あ、待って、え、それしなくない？ナイス、うますぎ。あー、やばいよこれ。ちょっと待って、俺マジで。待って、ここどうなってるかわからん、これ。ナイス。ナイス。オッケー。え、なんかいるくね、いるくね？待って、やばい、待って、やばい、これ。64カットね、1人、1人100カット、何でラッシュか、100カット、やった、ナイス、ナイス。じゃあまあ早速沙織さんに、まあその軽くする方法っていうのをちょっと全て話してもらおうかなと思うんですけど、はい、じゃあ1つ目の軽くする方法を教えてください。はい、1つ目は、はい、まあ、これはね、あんま実現するの難しいと思うんですけど、うん、まあ、東京に住むことですね、これは。どういうこと？何、東京に住むって。うん、なんか噂なんですけど、うん、なんか東京はなんかアジアの地域に近いらしいから、なんか、うん、少し軽くなるみたいな話をよく聞きます。それ本当なん？知らんけど、知らんけどね、知らんけど、慎重性はないですけど、うん、まあ、はい。ちなみに沙織さんの地域はどうなん？北海道、なんか北海道はあんま、なんかそんな
なんて言うんだろう、うん、でも1個目ちょっと普通に実現せんやつやな、それシンプルに。はい、まあ、なんか1個目は、まあ、なんか東京に住めってことらしいんで、ちょっとお母さんにみんな言ってみてください。はい、はい、お母さんに頼んでください。えぐ、はい、えぐいな。じゃあ次2つ目は、沙織さん、2つ目は、あれ、これは真面目な話で、アルピング表示と FPS の表示オフにすることですね。あー、まあこれめっちゃ効くな、確かに。はい、なんか、この画面に邪魔なものを置かないみたいな感じです。まあ確かにピング表示とか FPS の表示って別にいらんちゃいらんもんな。はい、で実際にそれって変わる？俺は結構ピング表示の方が変わりました。ピング表示消すと結構軽くなりました。へ、まあ、これはちょっとねガチっぽいんで、まあ、ピング表示とか FPS 表示は、まあ、オフにしておいた方がいいのかなとは思います。はい、あるよりあるんだったらない方がいいと思います。じゃあまあ次3つ目かな。はい、じゃあ3つ目の方を話してもらおうかな。次3つ目は、俺のチャンネルを登録することです。はい、しばいていいです。はい、気を取り直して3個目は、はい、3個目は、はい、これもあんま信憑性ないですけど、なんかマックとフォトレイル、それを、あれ外すこと。あー、でもね、それ確かにね、俺モバイルでやってた時あったんやけど、モバイルの時それ言われたんよ。はい、そうですよね、なんかよく聞きましたね。まあ、あれは外しておいて、まあ、損はないのかなというふうに思いますんで、はい、どうしても軽くしたい人はね、まあ、やってみるのもありなんじゃないでしょうかね。はい、うん、でも確かに俺も聞いたことはある、それ。じゃあ次、4つ目かな。4つ目は、これはね、もうネットのことなんですけど、有線ケーブルをつけることですね。あー、まあこれはもう 100% やろうな。はい、これが一番妥当っすね。それはもう間違いないでしょ。てか、はい、あ、リブとされました、ここ。 OK、はい、え、ちなみに沙織さん有線ケーブルなの？つけてないです、俺は。うん、つけてないんかい。こっちいますよ。 OK、ちょっと待って、マジで終えてね、俺。あ、白？ OK、 消えた？うますぎ？もう一人は？もう一人、あれ、横、やばい、のどこあるんこれ？別に中スタミン。オッケー。え、俺か？この、そこの、そこの。で、リブと下ですよ。待って、どっから撃たれたかマジわからん。え、オッケー。やった？ナイス、うますぎ。まずこっち。オッケー、行こう。いけん。ナイス。100一人で60カット。ああ、30ね。どこどこどこ、いてててて、ボックスで、ナイス、うますぎ、ナイス。俺ら気が合うかもね。いや、ごめんなさい。まあということでね、まあその沙織さんにスイッチを軽くする方法っていうのを話してもらいましたんで、はい、まあ、残りはね、まあ、いつも通り、まあ、ビクロイの方を取っていきたいと思います。アキラさん、こっちいます。オッケー、100人、俺も100、やった、1人。うん、やばい、人100、もう1人。あー、やばい、これ一旦上行って。アキラさん、大丈夫ですか？それ大丈夫、大丈夫、大丈夫。1人結構ローね。そいつちょっと回復してると思うけど、シールドカットした、さっき。やった。ナイス。残り5パーティーね、残り5パーティーね。あ、いた、いた、いた。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。87。100カット？やった。ナイス、すますぎ。オッケー。めちゃくちゃ、マジよ。白、60あった。100カットね、1人。ナイス。あー、やばいね、これ。こっち行きます。オッケー、オッケー、オッケー。逃げた、逃げた、逃げた、逃げた。一人、いや、全体的にどうっす。OK。まず、向かってます。OK。一人シールカットしてる。サオリんとこ。バス。やった？ナイス、うますぎ。後ろ？やった、ナイス。やってない。やった。上、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 気をつけて。上、上、上。100？ ナイス。え、待って、行く。やった。残り 2V ついちゃう？ブッシュ、これ。はい。屋根かけたわ。あ、ごめん、嘘。ナイス。それは、天才すぎます。
こういったら結構建築してくるな。もちろん。マジロ。あぶねえ。はい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 。どこいんのこれ。いますここボックス。オッケー。演奏してください。60。100。もうロー。どうしたの。ナイパーないかな。あの人。ごめん。普通に決めてもうた。はい、ということで、はい、今回は、沙織さんにスイッチを軽くする方法をいくつか教えていただきました。はい、まあ、めっちゃ参考になるかどうかって言われると、まあ、微妙なところとかもあったんだったと思うんですけど、まあ、参考になったって思ったところはね、ぜひ試していただければなと思います。ということで、この動画が面白かったためになったという方は、僕と沙織さんのチャンネル登録お願いします。はい、いや、お願いしますやろ。ということで、また次回の配信か動画でお会いしましょう。ありがとうございました。